大御城、大御城は、群馬県前橋市河原の浜町にあった、中世の日本の城、平山城石で、大御市、上泉市の居城であった。後に、近世諸島に、徳川市の新、牧野市が入り城主になった。天文年間、1532年から1555年に築城されたとされ、現那2年、1616 16年廃城となった。大御は、 大御師の居城であった。大御師は藤原秀里の子孫であり、東門地方で勢力を腐食していた豪族であった。あず鏡の研究元年、1190年の記事には、大御太郎の名前が見えるので、鎌倉時代の初期にはすでにこの地域の有力な支配者であったと思われる。しかしこの頃の大御師の館は、現在の大御城ではなく、 城の西300メートルほどのところにある洋林寺のあたりであったのではないか推定されている。また、現存の城市には、近世大名牧野市の城市時代の縄張りや構造が認められる。南北朝時代、関東の上乱に際して、大御氏は山上氏らと共に、足利高氏に組みし、足利忠義法の桃井忠しつ長岡忠忠と笠掛家,家で戦って敗れたが、 やがて高氏は勢力を回復し、忠義を自害に追い込んだ。その後しばらく、大御氏の同性はつかめないが、京徳の乱のさなかに、小学坊、足利重氏は、廃下の岩松持国に、赤堀、大御、深活氏を攻撃させているので、この対乱において、大御氏は、植杉ぎ方に加担してい,いものと思われる。また、文明元年、1469年に、 川越城で行われた、大田助を主催の連画会に、王子城主と見られる、王子おさむるの名が見えている。子孫の牛込氏の伝えによれば、天文10年、1541年、神殿金山城の横瀬氏、由良市の勢力が強大となってきて、圧迫されるようになったため、王子氏は当地域を捨てて、江戸に赴き、牛込城に移ったと言われる。少なくとも、 a 六二年1559年以前には江戸へ出ており、すでに後と北条支配下にあった大御長氏。しかし、大御氏の一族は、なお東地方に残っていた模様で、a 六年間、上杉謙信に従うものを書き連ねた関東幕中門には大御氏の名前が見える。しかし、大御氏に大御城を維持するだけの実力はなく、神殿下の山城主横瀬国主義方となった。 大御城には、配下の増田氏、大御氏と同じ秀里慶藤原氏と、つてが居場したという。増田氏慶図略記及び、増田氏菩提寺の演技、大御城氏収録によれば、増田行公が、大御城を築城し、京、茂柿津元年戦士、治茂る、京徳年間に、横瀬国茂に属すと続いたが、四代目の茂るの、時大御城が落城し、 身体移住、横瀬影重家の娘をめとり続いたとある。王吾一族の上泉氏の家伝や上泉氏子孫の上泉信綱関連の書物によれば、信綱や上泉氏一族などが上司だったとも言われる。その後、上杉、北条の構想の中で、王北条も天変にさらされてゆく。横瀬成重が北条方に願えると、上杉謙信は王北条を攻め落とし、 廃下の北条高博を上司として入れた。しかしこの北条高博も後には謙信を裏切ってしまう。後に越し、愛道名が成立すると、北条高博は謙信に許され、馬屋橋城、前橋城に復帰した。高博は、前橋城を、この影広に譲り、自身は、大北城に隠居したと言われている。天正六年、1578年。 上杉謙信が休止すると、その後目を争って、長押し系の継承と、北条氏政の実施で、謙信の養子になっていた影虎とが構想を繰り広げた、お盾の乱。この戦いで、後北条氏と親しい高博は、影虎を支援した。しかし結果は、影虎の敗北となり、馬屋橋城主の影博は、越後で戦死、天正七年、1579年2月、 北条高弘は内藤正月らを通して武田勝頼に従属し、この時、馬屋橋城には北条高弘、大御城には大御高茂が入った。大御高茂は北条高弘の親族と思われる。しかし、天正10年、1582年、その武田氏も織田信長に攻められて滅亡。その後、信長の家臣、滝川和正が上の一国を与えられて、 馬屋橋城、前橋城に入りこの地方を支配したが、本能寺の変で、信長が殺害されると、小田氏の勢力も一掃された。神奈川の戦いで、北条宇治直に敗れた木川和正が上野を去った後、天正十一年、1583年9月、沼田城の真田正幸と連携し、独立を保っていた、枝高広の馬屋橋城が、北条宇治国に落とされ、 この地方は、馬山市城に入った、宇治国の支配下に置かれることとなる。その後、関東地方で、最大勢力を誇った後北条氏も、天正18年、1590年、小田原征伐で没落、王子高重の所領も没収され、戦後は、徳川家康が、赤八州の支配者となった。大子城には、徳川氏家臣の巻の安成が二万国で、 大御城に入城した。しかし、入城後、約25年の元那2年、1616 16年、牧野市は越後長方に五万国で転放され、大御領は前橋城主堺市の管轄となり、それにより、上部構造物が撤去されて、大御城は廃城となった。大御城の越え図によると、細長い小丘陵地の南北を掘り切りで仕切り、 土イ、マスガタモンを備えた、本丸、二の丸は、大星時代の城郭構造であると推定される。この他に三のクルわ、四のクルわ、以上南側、西狂わ、玉造院、西側、根小屋、東側、越中屋敷、北側が位置する。また上北部に、近接の金と神社、地下と神社があるが、これも城郭の部とされ、地下土グルわという。複構造には、 牧野氏が拡充した金星城郭の様相も見て取れる。現在見られる石垣構造などは、この牧野氏時代に構築されたのではないかと考えられている。広さは南北670メートル。東西は西来るは、根小屋の平常部を含めると最大310メートル。丘陵部のみでは180メートルほどである。牧野氏の時代。 城の大手口は四の車の南にあった。前橋方面に開き、西側に、侍屋敷が、南側、伊勢崎方面には、城下町が広がっていた。この大手口は、牧野氏が定めたものであり、城下町と城を直結することが意図されていた。それ以前の後、北条氏時代の大手口は、根小屋にあったとみられる。目立った水堀はなく、空堀と城の西側の昇流、水と、 東側のそばを流れる、荒ト川の天然の流で代用していたと考えられる。当時の荒ト川は、金度ぐるは、越中屋敷の崖下すぐを流れたとされる。また西側の溶水は、S 字に湧曲して、二の丸と三のクルワ間の白中央部を横断するが、これは、牧野市時代に湧曲していなかった川筋を、海洋水としたものと推定される。最北部のはであるが、 この金土クルワと越中屋敷の間は中世の掘り切りとしては幅が広すぎるため金土クルワは大御城の出城と推定されている。また大御所初期では金土クルワのみが大御城だったとも考えられている大御城市。越中屋敷は江戸期の牧野氏や宿り聞き巻子氏な守る三千国のものであると考えられる。また北城とも言われ、 城の北限とも推定される。なお北にここがなかったと思われ、北からの攻撃を防御し、本丸側を守る役割があったとされる。現在は、大御幼稚園が存在する。三の車と四の車は、捨て車である。かつてこの二つは一つのものであった、大御上皇。牧野市時代に、東の根小屋と西に設けた侍屋式の連絡のため、掘り切りを設け、 捨て車を二分したと考えられる大御長子。四の車は南車とも言う。西車は牧野市による増築部分である。これは大手口の移動により三の車、四の車、旧捨て車の西側に大手への通路を作ることになったため、旧捨て局は西の溶水を当選させた。結果、のとのの防備が手薄となり、その対策のため、 西車が設けられたのである。南北に細長い平城部で、西に広がる侍屋敷との連結を深め、また、従来東西に狭かった城の構造的脆弱さを補う役割も持っていた。ほぼすべて消滅している。また、大御師の館跡と,とされる洋派屋指示も砦の機能を持っていたとみられる。高下電鉄大御駅と北,北へ、約三十分、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。